ありがとうございます。ご返事の方ありがとうございます。それではキャストの皆様より一言ずつご挨拶をいただいていきたいと思います。まずは本作の主演でありエンパスという共感能力を持つ原純太を演じました神尾楓珠さん、お願いいたします。マイクチェック、マイクチェック、マイクチェック、マイク。原純太役を演じました神尾楓珠です。拍手どうぞ。ありがとうございます。いや、僕ここはちゃんとさすがに普通にこう挨拶しようかなと思ってたんですけど、なんかさっき上映中にハプニングがあったみたいな話を聞いて、なんか客電がついちゃったみたいなのを聞いたんですけど、実はここに犯人がいるんですよ、この中に。どれ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 。なので犯人だなっていうのがある人は挨拶の時に〇〇役犯人〇〇ですって言ってもらえればいいなと思います。言ってね、ちゃんとね。それはもうね、ちゃんと謝罪してね、それは。はい、ということでよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、同性を好きであることをひた隠しにする浜口大輔を演じました小野寺明さん、お願いいたします。皆さんこんにちは、浜口大輔役を演じました小野寺明です。ありがとうございます。本日は短い間ではございますがよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。続きまして、就職活動に苦戦する岸拓也を演じました小越雄貴さん、お願いいたします。はい、岸拓海役を演じさせていただきました。失礼いたしました。岸拓海役を、はい、小越雄貴です。本日はご来場いただきありがとうございます。いよいよこの日が来たかと、胸が躍っています。本日はよろしくお願いします。失礼いたしました。ありがとうございます。続きまして、大輔を翻弄していく池田雄二郎を演じました長谷川誠さん、お願いいたします。はい、池田雄二郎役を務めさせていただきました長谷川誠です。本日はお越しいただきありがとうございます。短い間ではありますが、撮影の裏話などいろいろお話できたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、恋人との距離感に悩む芦田茜を演じました今野彩奈さん、お願いいたします。はい、芦田茜役を務めさせていただきました今野彩奈です。今日はお集まりいただいてありがとうございます。はい、終わり。ありがとうございます。続きまして、店の後継ぎ問題を抱える大平春菜を演じました上原美久さん、お願いいたします。はい、店の後継ぎ問題を抱えていました大平春菜役の上原美久です。そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、自分に自信を持てない平沼芽衣を演じました大河内めぐみさん、お願いいたします。平沼芽衣役を演じました大河原めぐみと申します。本日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。続きまして、母の死を受け入れられない宇野渡郎を演じました青木ゆずさん、お願いいたします。はい、宇野渡郎役を演じさせていただきました青木ゆずです。この度は、劇場でかけていただいてすごく嬉しいです。短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、渡るの幼馴染で大輔に恋する阿部有沙を演じました若林薫さん、お願いいたします。はい、皆さんはじめまして若林薫です。すいません、お越しくださってありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、兄純太を気にかける原優奈を演じました出口夏希さん、お願いいたします。はい、原優奈役を演じさせていただきました出口夏希です。短い時間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、兄をけなげに支える優奈の恋人福田大志を演じました小西英斗さん、お願いいたします。
初めまして、福田大将を演じさせていただきました小西エイトと申します。この度はお集まりいただきありがとうございます。今日は一日、今日短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、夢に生きる難しさを感じる若月勝郎を演じました木戸大成さん、お願いいたします。はい、皆さんはじめまして、若月勝役、そして犯人木戸大成です。今日はありがとうございます。ちょっと一緒に皆さんと後ろで見てたんですけど、リラックスしすぎてもたれかかった瞬間にこう3分ほどついてしまったというのも、皆さんにもう大変ご迷惑をおかけしました。本当すみませんでした。今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございます。そして自白の方もありがとうございます。そして続きまして、本作の脚本を書かれました森永直人さん、お願いいたします。脚本を書きました森永です。本日はありがとうございます。本当に最後まで思いっきり楽しんで帰ってください。お願いします。ありがとうございます。続きまして、本作のメガホンを取られました木村雅人さん、お願いいたします。主人公の監督プロデュースを務めました木村です。皆さん本日はお越しいただいてありがとうございます。8月の最後の日曜日が皆さんにとって素敵なこの一日になれるような時間になれたらと思います。今日は短い時間ではありますが、楽しんでいただけたら嬉しいです。そして最後に皆さんでお礼を言いましょうか。皆さんここに来てくださっている方々、僕たちの作品の制作資金となります、クラウドファンディングに、ご支援いただいた方々ということで、最後に皆さん僕たちでお礼を言いたいと思います。今回はありがとうございました。ありがとうございました。